はい、秋ゲームズです。フィッシュルの元凶秘境でストーリーのクリアに必要なギミックと迷い沢のところの解説をしたいと思います。概要欄の方にチャプターがありますので、気になる場所がある方はそちらからご覧ください。今は初めてフィッシュルの秘境に入ったところですが、この秘境にはカラスの目のギミックがたくさんあり、紫色の装置に近づくとこのように位置合わせのギミックが始まります。建物の欠けている部分にパーツを合わせるとつなげてくれるというギミックとなりますが、判定がかなりシビアで難しいギミックとなっています。今画面の右下に位置があった時の様子をお見せしていますが、位置が合うと周りの環境に変化が起きたようだとなり、円の中央に小さな丸が出て紫色のモヤモヤが出てきます。この状態になったら OK ですので、バズボタンを押して終了してください。そうすると先ほどは途中で途切れていた階段がつながっていますので、先に進むことができるようになります。つながった階段を登っていくと、またカラスの目の装置があり、途中で切れた階段があるのでギミックをやることになります。先ほどと同じく位置合わせとなりますが、画面の右下に完成図を出していますので、参考にしていただければなと思います。位置合わせのギミックは判定がかなりシビアで、自力でやるとすごい時間がかかってしまうので、完成図を見ながらそれに近い形に合わせるという方法が一番早いと思います。階段がつながったので上に登っていくと橋が切れているので、これを解決するために今度はエレベーターで下へ降りていきます。下のエリアに到着したら、先ほど使用したカラス目の装置のところに向かい使っていきます。カラスの目を起動したら、カーソルを上の方に移動すると橋のパーツが出てきますので、今度は橋をつなぐように位置合わせをしていきます。周りの環境に変化が起きたようだとなったらギミックを終了してください。橋はつながりましたが、階段のパーツは外れてしまうので、先ほど降りてきた時に使ったエレベーターのところに向かい上へ向かいます。上の段に到着したら、先ほどつなげた橋を渡って進んでいきます。ヒルチャールたちがいたので倒したところまでカットしましたが、進んでいくと橋がまた壊れていますので直すことになります。ここもまたギミックを使って直すことになりますが、ギミックは下の方にありますので階段を降りていきます。そうするとカラスの目の装置が2つありますが、まず手前にある方からやっていきます。ここもかなり判定がシビアで合わせにくいですが、右下に出している完成図を参考に合わせてもらえればなと思います。周りの環境に変化が起きたようだとなったらギミックを終了し、隣にあるカラスの目の装置に向かっていきます。隣の装置に到着したら、カラスの目を起動し位置合わせを行っていきます。今回も右下に完成図を出していますので、拡大や縮小をしながら位置が合うように調整をお願いします。周りの環境に変化が起きたようだとなったらギミックを終了します。今は先ほど修復した橋を渡っていき、ムービーの後レオンをフクライドから脱出させるとなっている状況です。ここもカラスの目を使ったギミックとなりますが、何箇所かあるので、まず今いるところからやっていきます。ここは右下の完成図のようにレールがついているパーツを合わせれば OK となっています。合わせたらギミックを終了してください。次は隣にあるカラスの目に移動していきますが、パーツが完成するとこのようにレオンが移動していきます。ここから2つ目のカラスの目のギミックをやっていきますが、今回も右下に完成図を出していますので、参考にして合わせていただければなと思います。2つ目のギミックが終了したら、またレオンが移動していきますが、カラスの目はもう一つあるので、次はそちらをやっていきます。今回も右下に完成図を出していますので、参考にしてください。完成したら次のギミックに移動していきます。しばらく進んでいくとマーカーがついているところにカラスの目があるので、そちらをやっていきます。敵は倒したものとしてギミックをやっていきます。今回も位置合わせとなりますが、右下に完成図を出していますので、参考にしてください。完了したら1つ目の秘境のギミックは終了となります。ここから2つ目の秘境にあるギミックを解説していきます。今は2つ目の秘境に入ってすぐのところにあるカラスの目のところにいますが、2つ目の秘境では欠けているところを塞ぐ形で位置合わせをすれば OK となっています。1
1つ目のギミックをクリアしたら道なりにしばらく進んでいくとまたカラスの目のギミックがあるのでやっていきます。ここも欠けている部分を埋めるような形で位置合わせをしてください。右側に完成図を出しておきます。注意点はカラスの目の近くに建物を回転させる装置があったかと思いますが、回転させないようにしてください。動かしてしまった場合は何回かさらに回転させれば元に戻すことはできます。今は先ほどのギミックをクリアしてから道なりに進んだところにあるカラスの目のところにいますが、初期状態では視野内に反応するものがありませんと言われますので、少し戻ったところにある建物の回転させる装置を使って建物を2回回転させます。すでに建物を動かしてしまった方は何回か動かしてカラスの目を起動した時にギミックができるような位置にしてください。建物の位置が合っていればこのように位置合わせのギミックをやることができます。今は先ほどのギミックをクリアしてからしばらく道なりに進んでところにあるカラスの目のところに来ていますが、視野内に反応するものがありませんと言われますので、少し戻ったところにある建物に回転させる装置を使って建物を1回回転させます。建物がこの位置になったら次はもう一度先ほどのカラスの目のところに向かうと位置合わせのギミックをやることができますのでやっていきます。ここのギミックも位置判定がかなりシビアで難しいですが、右下の完成図を見ながら何とかできるように頑張ってください。完成したら次のギミックに向かいます。今は先ほどのギミックをクリアしてからしばらく進んだところでやることになる天を救うギミックのところにいます。今回も位置合わせを何回かやることになりますが、まずこちらにあるカラスの目からやっていきます。今回も右下に完成図を出していますので参考にしていただければなと思います。位置合わせが完了するとレールがつながりますので、レオンは次の場所に移動していきます。しばらくレオンは進んでいきますが、またレールが途切れたところで止まりますので、次はこちらのカラスの目をやっていきます。ここの位置合わせは個人的に一番苦労した場所となっているのですが、穴を埋めるような形にパーツを置いてもクリアとなりません。自力で合わせるのは相当難しいと思いますので、完成図を見ながらその形に合わせていくのをお勧めします。位置が合えばクリアすることはできますので、なんとか頑張っていただければなと思います。2つ目の位置合わせが終わるとまたレオンは移動していきますが、次はこちらにあるカラスの目のギミックをやっていきます。ここのギミックでも右下に完成図を出していますので、それを見ながらやっていただければなと思います。このギミックが完了すると2つ目の秘境は終了となります。ここから3つ目の秘境にあるギミックを解説していきます。秘境に入ってすぐのところにカラスの目がありますが、3つ目の秘境では立方体を所定の位置に置くとクリアできるといったギミックになっています。次は少し進んだところにある蘇生の門のところから東方向にあるカラスの目のギミックをやっていきます。今回も完成図を右下に出していますので参考にしていただければなと思います。3つ目の秘境でも判定がシビアだというのは変わりませんので、頑張って合わせるようにしてください。ギミックが完成すると立方体が前に置かれて、はしごね上に登ってさらに進むことができます。正面にカラスの目があるので近づいて起動すると視野内に反応するものがありませんと言われるので、一旦ギミックを終了します。次は南方向にしばらく進んでいき、この辺りまで来たら東方向に向きを変えて進んでいきます。しばらく進んでいくとカラスの目があるのが見えるので、回り込んで階段を登って起動します。この場所も立方体を所定の位置に合わせれば OK となっています。ここでギミックをクリアしたら次は西方向に進んでいき、立方体のあるあたりまで来たら左へ曲がっていくとカラスの目があるので近づいて起動します。カラスの目を起動すると位置合わせになりますが、今回は大きい立方体の左にある小さな立方体の位置を合わせるギミックとなっています。ここの判定もなかなかシビアなものがありますが、位置合わせが完了したら次は北方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいき、立方体のところに来たら左にあるカラスの目を起動します。今回も大きな立方体の左にある小さな立方体の位置を合わせるギミックとなっています。
ここで立方体の位置合わせが完了したらギミックを終了し、次は東方向に向かって進んでいきます。この後はしばらく敵を倒しながら道なりに進んでください。今は先ほどのギミックのところから道なりにしばらく進んだところに立っていますが、このように看板が立っており、調べると断崖絶壁から飛び降りろと書いてありますので飛び降ります。しばらく降りていくとカラスの目が2つありますが、左側のカラスの目に近づいて起動します。ここのギミックは2つの立方体を重ねるようにするとクリアできます。位置合わせができたらギミックを終了し、次は右側にあるカラスの目のところに向かって起動していきます。ここの位置合わせもかなり合わせにくいのですが、画面右下の完成図を見ながらなんとか合わせるようにしてください。位置合わせが完了したら次は雰囲気を使って立方体の方に向かって飛んでいきます。立方体の近くまで来たら左を向いて、次は南方向に向かって飛んでいきます。あとは正面にある階段を登るとお城のおもちゃのかけらを回収することができます。お城のおもちゃと蘇生の門がある広場に戻ってきたら、次は西方向に向かって進んでいきます。カラスの目があるので近づいて起動していきます。一見どこに合わせればいいか分かりにくいですが、右下の完成図のように合わせるようにしてください。位置合わせが完了するとこのように橋ができていますので、次は西方向に向かって橋を渡っていきます。しばらく進んでいくとはしごがあるので登っていきます。上の段に到着するとカラスの目がありますが、これは覗いても反応しません。北東方向に橋が見えるのでそちらに向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいくと立方体とカラスの目があるのが見えるので、カラスの目に向かって進んでいきます。カラスの目に近づいて起動すると位置合わせができるので合わせていきます。奥の方にある塔の下に位置合わせのポイントがあるので、そこに合わせるとギミッククリアとなります。位置合わせが終わると奥の方にある塔が回転していきます。しばらく塔は回転していきますが、この辺りまで来ると止まります。塔が止まったのを確認したら、すぐ近くにあるエレベーターを使って上に向かっていきます。エレベーターでしばらく上に進んでいき、エレベーターが止まったら先ほど回転してきた塔の端の部分に渡って、次は南方向に向かって進んでいきます。しばらく南方向に向かって進んでいくと正面にはしごがあるので、そこに登っていきます。上の段に到着したらカラスの目があるので起動します。ここのギミックの位置合わせは比較的やりやすいと思います。ここのギミックをクリアしたら、あとは道なりに進んでいけばお城のおもちゃのかけらは入手できます。今は2つのお城のおもちゃのかけらを入手してお城のおもちゃの前に戻ってきたところです。カラスの目を起動すると位置合わせが始まります。何に合わせたらいいか自分もよく分かりませんが、完成図を右下に出しておきますので合わせてもらえればなと思います。今はお城のおもちゃを完成させた後、レオンを救うギミックをやるところに来ています。今回も位置合わせをやってレオンを進めていきますが、まずはこちらのカラスの目からやっていきます。壁にあるパネルに立方体を合わせるとここのギミックはクリアとなります。1つ目の位置合わせが終わるとレオンは進んでいきますが、次は下の方にあるカラスの目を起動していきます。ここの注意点ですが、レオンが今の位置に来る前に始めると反応するものがないというふうに言われますので、レオンが今の位置に来るまで待ってからカラスの目を起動してください。ここで位置合わせが完成したらギミックを終了し、次は部屋の中央にある雰囲気を使って上に上がっていきます。上の方まで来ると西方向にカラスの目があるのが見えるので、そちらに向かって近づいていきます。カラスの目を起動したら位置合わせをやっていきます。ここも合わせにくいので完成図を見ながらやってもらえればなと思います。これでストーリーを進めるのに必要なギミックは終了となります。このチャンネルではギミックの解説や生物などの回収ルート、螺旋の攻略など旅人の皆様のお役に立てるような動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。またライブ配信も定期的にしていますので、質問相談などありましたらお越しください。
Twitter ほよラボの方も概要欄のリンクからフォローいただけると嬉しいです。では